はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。てっちゃんです。よろしくお願いします。本日もよろしくお願いいたします。ということでね、本日はね、初めまして、リアタイ動画やっていきたいと思います。はい、僕自称日本で一番底辺、リアタイ底辺 YouTuber でやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。でね、本日はホークス純正でやっていきたいと思います。でね、ちょっとまだスピリッツとかはね、その古い選手とかもいるんですけど、野村監督とかも、あれだし、グラシアルとかも入ってるんですけど、本当はいるんですよ、まだベンチに。座ってない選手が。まだ門田さんとか、まあ、井手穂選手とか、限界突破終わってない選手もいっぱいいるんですよ。だから入れてない選手も結構いて、そう。で、使い、まあ、で、中村晃選手もね、今最新版、プルヒッターのやつ使ってるんですけど、一応、降格のやつは持ってます。3体持ちしてるんで、中村晃選手は。はい。で、セレクションのやつとかね。で、ギーターも、この前のベストナインのやつ、まだ座ってないんで、継承してないんですよね。継承してないからアニバーサリーのやつを使ってますということで。で、ピッチャーも、ベンチの斉藤和巳選手以外は、もう現役の選手ばっかりで。で、一応、まだ、ピッチャーも座ってない選手がいっぱいいるんですよ。まあ、サファテ選手だったりとか、まあ、オスナ選手だったりとか、まあ、大関選手とか、まあ、千賀選手もいるんですけど、古いんですよね。ワールドスターは取ってないんで。で、まあ、その辺もね、まだ育ってないんで、入れてないですということで、マッチング、行ってみよう。はい、それではマッチングしました。西川戦、よろしくお願いします。沢村栄治、初めて対戦します。まあ、久々対戦初めてって言っても、まあ、そのリアタイ自体がそんなにしてないんで、まあ、この前ね、久々やった時3連勝できたんですけど、まあ、それでも、やっぱり慣れてないもんで、まあ、ブロンズランクなんでね。そう。でね、前やってたんですよ。昔2年前ぐらいはやってて、その時はね、プラチナとかまで行ってたんですけど、はい。なんで、まあ、初戦、やっていきたいと思います。あとね、変な感じするかもしれないですけど、これ今、音声後付けしてるんですよね。なんでかっていうと、撮って編集しようと思ったら、そのアプリに音声が反映されなくて、そう、反映されなくて、今、後付けで今、一応入れてるんで、もしかしたらちょっと変に感じると思うんで、一応説明はしときます。ね、一発目、石川選手ですね。石川選手で、バチバチ攻めたんですけど、もうこの時俺もうね、めちゃくちゃハイテンションでやってたんですけど、人生入ってないんで残念だなと思って。はい。で、これ、もう今、やりながらじゃないから、なんて言ったらいいんやろうみたいな。なんかテンションがついていかないっていうか。はい。で、これうまく打ち取っていくという。はい、今、ミーヤがね、で、なんかね、今日ね、やったやっててめちゃくちゃエラーすんなみたいな。牧原とか今宮とか栗原とかめちゃくちゃエラーするなみたいな。ということでね、まあ最初の打席ね、これがね、もう見ててね、多分みんな笑いが出ると思うんですよ。マジで。お、マジかお前と。マジかお前と。まあ、こういう感じ。そう、ね、振り遅れとか、芯で打てないとか、やっぱ結構あるんですよ。で、やっぱリアタイは、本当に毎日、ちゃんとやって練習してないと、うまくならないです。マジで。もう、ダーツとか、もうそういうのと一緒。本当にもう、やらないとうまくならないし、そう。で、もともとやってた時は、割と、ね、打てたんですよ。やっぱり。割と打てたんですけど、やっぱ苦手意識がずっとあって、その打てる時でも。やってる時でもやっぱ苦手意識があったから、まあ、牽引してて、もうリーグ勢に行っちゃったんですよね。そう。まあ、まあね、覇王ぐらいまではいけたんで、ね、今、覇王とランク級をずっと行き来してるんですけど。まあ、これを機にね、まあ、その動画も始めたんで、まあ、弱いのから、まあ、こう強くなっていく俺を、もう成長でみんなに見てほしいなと。はい。まだ始めたばっかで、もう全然誰も見てないんですけど、こう、ちょっと上手くなっていきてえなと。で、いつかね、こいつってこんな上手くなりやがったって、やっぱ思われたじゃないですか。ね。けど、俺が一番言いたいのは、やっぱリアタイが俺みたいに苦手な人って多分いるんですよ。めちゃくちゃ。プロスピやってる人で。絶対いるんで、俺が言いたいのは、みんな、大丈夫。安心しろ。下には俺がいるっていう。これを言いたい。これを言いたい。もう本当に。強く言いたい。大丈夫。安心しろって。俺がいんだから下に。うん。一緒にすんなって思うかもしれんけど。
まあ、それが痛いよ。下には下がいるし、上には上がいるのよ、やっぱり。そう、ね、いろんなプロスピ YouTuber さんとかね、配信者いっぱいいると思うんですけど、まあ、みんな上手いのよ、やっぱリアタイをやってるからね。そう、大会とかも出てるしね、すごいと思うもん。どうでね、もう全然試合見てなかった。喋るのに夢中、喋るのに夢中。でも後付けやからもう良くないと思って、そう、もうなんか映像をもう見ながら、映像を見ながら、俺の下手くそな映像を見ながら俺の話を聞くみたいな、そういう感じで。もこんな感じで、まあ、いずれね、そう、コメントとか来るようになって、リスナーさんの質問とかもうこのプレイ動画流しながらこう答えるみたいなのもありかなって今思った、今ねという感じでね、はい。で、ここでジータ、ね、意外にね、こうミート打ちとかもやるんですよ、僕ちゃんと。その長打警戒とかされたら打てんくせにそう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 。で、この試合は、まあ、正味ね、ポイントで勝つポイントで勝つのよ、これ、うん、ポイントで勝つの。でね、これね、一応ね、もう一個取り直してる部分があって、まあ、それは多分載せないかな。載せないけど、そっちはまさかの、打ってます。打ってます。3対0ぐらいだったかな。はい。そう。そうなんやな。で、YouTube 動画載せる前とかも、その3連勝しててやってたやつもそうなんですけど、そっちでも、割と打ってるっていうか、動画ないんですけど、そう。まあ、割と打ってるは違うか。でもまあまあ打ってます。勝ってるのよ。そう。で、こんな流し打ちとかもね、やっぱね、まあ、できるっちゃできるんですよ。一応。できるときは。はい。でもね、やっぱね、迷っちゃうんですよね。まあ、ストレート。いやーでもな、みたいな。ツーシームか。いやーでもカットボール。いやーみたいな。もう絞れない。それ待ちがあんまできなくて。で、それで、いや、絶対もうストレートしか打たん。って思っとっても、指がもうなんかあって迷うんですよ。頭で分かっとっても指が迷うみたいな。分かるかな、うん。ちなみに皆さん引きました、ベスト9タイトルホルダー第2弾、まあ、第1弾もそうですけど、ね、ちょっとやっぱ第2弾ね、まあ、牧選手当たって、まあ、牧選手はね結構当たりだなと思うんですよ、僕は。はい、強いなと思うんですけど、でも思うのはやっぱ近藤選手はちょっと強くなりすぎだなって。ライドラで守備も良くて、まあ、足はそんな速くて、走力はあんま高くないですけど、パワーもあって、で AA 同時ですよ、81の決めれればね、あ、すごいと思うんですよね。広角持ってる、まあまあ完璧な選手じゃないですか。ちょっと強すぎるって思いますけど、まあそこをもって、まあ吉田正尚使う人、まあ、前田智則使う人で、まあコンちゃん使う人、多分めちゃくちゃ分かれると思うんですよね、人によっては、うん、だからまあね、みんなはどう、やっぱみんなコンちゃん狙いで引くんかな、第2弾は。あれは欲しいよね、欲しいもん俺も、うん、コンちゃん欲しい。で、これ、あ、で、これね、加山選手がね、移籍決まって、もうホークスじゃなくなったんで、まあ、ちょうどこんな、使ってます。そうなんですよ。で、これ、やってる相手が多分、スライダー系苦手っぽくて、なかなかあんま打てなかったって。って言ったら打たれたんですけど、今。まあまあ、ライトで取れたんですけど。やばいね、これ後付けだとあんま面白いこと言えんよね。なんかリアクションもクソもないしみたいな。本当に困ってる、このアプリが音声を拾ってくれないからそう、後付けで今喋ってるのは拾ってくれるんですよ。そう、動画で撮ってる部分に関してが反映されなくて、そのゲームの音だけを拾ってもらえるっていう。もう初っ端からちょっとね、困ってます。下手くそ、お、下手くそだぞ鉄。おい鉄、下手くそだな中村明。こう俺ふざけますよ多分この時音声で、ね、必殺若元打法とか言ったんですよね。若元打法、まあ、どんなんかというと、ぐるるーいってるぐるるぐるって言ってたんですよ若元さんっていうのは、まあ、穴子さんとかドラゴンボールのセルとかの声優さんですね。やってたんですけど、で、まあ、勝ちましたよっていう感じですね。じゃあ次の試合行ってみよう。
はい、2試合目マッチングしやしたということで、トラえもんさんよろしくお願いしますって言ってね、これね、載せるか迷ったんやけど、これ一応もう一個取り直してる、阪神純正の方、との試合です。まさかの阪神純正対フォックス純正が当たっちゃったっていう。ちなみに、このなんか俺、阪神対ホークスの試合って、2013年とかかなの試合をめちゃくちゃ重いんですよね。サバテがね、緊張しすぎて、もうずっとボールで、みたいな。で、満塁になっちゃってみたいな。まあ、勝つんですけど、そう。その時のめちゃくちゃ思い出すというか、2013か14やったかなと思うんですけど、12やったかな、それかな。けどめちゃくちゃ思い出すなっていう、このホークス対阪神っていうのは、うん。でどうですか、このこんちゃんね、マジで本当欲しいよね、第2弾の。マジで欲しい。本当ね、欲しい。累計で出て欲しいよね、本当に。累計出てくれたら本当にもうバンバン剤。バンバン剤。バンバン剤って言ったな、 YouTuber に。こういうのもね、ちょっとこう打てたけどこう当たりが悪いっていうね、あんま良くないっていうね。でもこれちょっと良くない、なんか純正同士の戦いっていうのは結構いいよなって思うんですよね。いや、この動画なんか面白いんかな、需要あるんかな。なんか一応撮り直そうかなって思うんですけど、撮り直して編集アプリにこう読み込むと音声が消えちゃうんですよね、声の。それがね、ちょっときついというか、ちょっと原因はわかんないんですけど、もしかしたら一時こう別撮りになる可能性がありますね。ちょっとね、始めた初っ端からこういう出来事はちょっとしんどいですね、割と。でもね、毎日投稿はね、ちょっとやっていきたくて、はい。で、仕事をしてるんですけど、仕事終わってもうバタバタ撮ってみたいな。バタバタ撮って編集して、もうなるべく8時に上げれるようにはやりたいんですけど、はい。いやね、やっぱこう増えてね、いろんな人に見てもらえるようになったらね、めちゃくちゃ嬉しいんですよね、僕も。自分もやっぱプロスピ動画って結構見てたんですよね、いろんな人の。まあ、その名前はもう出さないようにはしますけど、出さない方がいいのかな、わかんないですけど、ちょっとめっちゃ見てて、まあ面白いなって思うんですよ、プロスピって。いや、俺本当にね、野球は、なんだろう、一時本当に興味なくて、そう。で、これも、なんだろうな、後輩が、前やってた仕事の後輩が、ちょっとやりましょう、みたいな。プロスピやりません、みたいな言われて、やったのが最初ですよ。だから一番最初の手に入れた選手も、千賀投手だったんですよね、始めた。このプロスピを始めた最初の手に入れたのが千賀選手で、みたいな。もうその時めちゃくちゃリアタイで猛威振るってた千賀選手ですよ。そう。で、そう。だから、1回3400の時に始めて、3400にちょっとか。そう。で、そこから継承してったんかな、千賀選手は。で、今3800の千賀選手に止まってるんですけど。だからこの前のワールドスターの千賀選手は欲しかったですね。超奪三振賞がついた、ストライクゾーンに入らないフォーク。ちょっと欲しかったですね、やっぱ。で、このグラシアル選手とかもね、いつかこう OB とかに出るんかなと思って、取ってるんですよね。そう、継承までね、完璧につけて、ミート A とか載せてるんですけど、まあ、一番いいのはミパー AA 同地の時のグラシアル選手とかめちゃくちゃ良かったですね。欲しい。そう、あれも継承しちゃったんですよね。多分今のこのグラシアルに継承されたですね、確か。で、皆さんってどこファンなんですか、チームとか。僕ね、あんまチームのファンってあんまないんですよ。でも、まあ、強いて言えばホークスって感じで。まあ、僕は福岡なんで、そう、福岡なんで、まあ、ホークスっていうような感じですかね。ちっちゃい時はホークス戦、まあ、大英ホークスの試合ばっか見てたんで、よく見に行ってましたね。どう見る？これね、こうグラシアルで打てないんですよ。グラシアルで、
こう打ってやろうと思ったけど、めっちゃ力入って、でこうね、掛布さんとつって岡田さんで、まあ、その前がバース選手だったんですけど、すごいですよねこの人、ちゃんと打順まで合わせて、その3人はバックスクリーン3連発かね。ここでもう津森投手使ってるんですけど、津森投手、ね、これなんかもう一個、球種があればなんかいいなと思うんですよね。ツーシームとナチュラルシュートの出し入れが、まあ、強いと思うんですけど、あと一個なんか、ね、スラーブ、サークルチェンジ、ザ・サグジン、シンカーじゃなくて、なんかあともう一個あるといいなってめっちゃ思ったですね、今使ってみて、これを。やっぱね、自分ね、なんかみんなこうなんか作りたいオーダーとかなあるんでしょ。なんかこれはあるんですよ。これ2003年のダイエーホークスの打線を再現したいというか、あの時国母選手怪我できなかったですけど、まあ言うなら100打点カルテットってやつですね、の時を再現したくて、なんで今これまあ試合ホークスソフトバンクのユニフォームですけど、一応僕ダイエーのユニフォーム設定してるんで、あれが一番俺はもう一番大好きなユニフォームなんで、いつかねやれたらいいなと思うんすよ本当に。ほぼ足りてないですからね。だから俺森福投手とかもこの前取れんかったし、2003年とあと2015年度かなのソフトバンクホークスの時のもちょっと再現したいのもあるしって、難しいとこですよね。だからホークス純正っつったらね、もう多分めちゃくちゃ人気なんで、ね、やっぱこう強くなりたいですね。なんでちょっとこれから頑張っていくんでね、これ見た人とかはそう、ぜひね応援をねしてほしいです。チャンネル登録とかねやっぱしてほしいです。やっぱ見てほしい。であの TikTok の方をね切り抜きに載せてるんで、 TikTok の方も見てもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。でもこういう時しかもう宣伝できないから言っとくんですけど、もうぜひね、これからねもっと頑張っていくんで、ちょっとね、まあ、他にいっぱいすごいYouTuber の方いるんですけど、それにこうとはまた違う路線だったりとかね、だともっといいかなと思うんですよね。違う路線なのか、まあそうですね、のか、まあ、まあでもこう同じ型にこう並べるぐらいにはなりたいですよねやっぱそう、なんかちょっと今年は人生の転換期だなとめちゃくちゃ思ってて、はい、だからね今ちょっとね、ちょっと始めるのは遅かったですけど、ちょっとねやり始めてきたんでお願いします。ダーチャ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 ーうわ、いいとこ。いいとこね。もうこれでね、結局、1点、2点と、取れてね、ナイスバッティングという。で、アキラ。アキラ。まあ、アキラといえば、ね、俺の中でも人に優しくって感じ。五十嵐アキラくんね。うん。わかる人いるかな、これ。香取慎吾と、加藤浩次と、松岡充の3人。の、 あの昔のドラマですね。2000何年かな、2001年とかかなのドラマですね。2003年かな、人に優しく。じゃあまずね、ブルーハーツのあれも欲しい、これも欲しいってやつ。めっちゃ好きやったな。めちゃくちゃ好きで見てましたね。で、今ね、こう、3対0だったかな ?3 対0で、あとはもう守りきったら勝ちって感じですね、これで。まあ、結局ね、これ勝つんで抑えちゃうんで、ここでね、僕はモイネロ出すんですよ。地獄みたいなことするでしょ、地獄みたいなことするでしょ、ここでモイネロって。
本当はね、こうオスナ出したいんですよ。でもオスナね、まあ、ちょっとあとレベル上げるだけなんで、レベル上げるだけなんで、ちょっと頑張ります。なので、ね、ホークス純正は特にやっていきたいんで、まあ、個人的にはあとまあ、ね、なんか他の純正もやってみたいなと思うんですけど、まあ、とりあえずホークス純正完成させてやっていきたいんで、リアタイも頑張ってきます。なので、皆さんにね、応援してもらえるとすごい助かります。はい、まあね、俺のことは、ね、これからね、もう今のうちですよ、子さんになるの。マジマジ、マジ、本当に。本当、子さんになるのは今なんだから。ね。まあでも、ここまで聞いてくれとってことは、まあ、割と気に入ってくれとうやんな。いや、本当に。なんでね、本当に、もう応援してほしい。頑張ります。頑張るんで、はい、このね、モイネロがこれで取ったんで、はい、勝ちましたということで、ありがとうございました。じゃあ俺のファンになれたやつ、今すぐここに出てこい。ありがとうございました。